イゴール・フセボロドビチ・フィリペンコは、ベラルーシ・ミンスク出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ベラルーシプレミアリーグ FC バテ・ボリソフ所属。1988年、ベラルーシの首都ミンスクで生まれ、FC ・ミンスクのアカデミーに在籍をした。2001年からは、FC ・バテ・ボリソフのアカデミーに移った。2006年、バテ・ボリソフとプロ契約をして、キャリアをスタートさせた。 2007年には、ベラルーシプレミアリーグのベスト22選手の一人に選ばれた。2008年、ロシアプレミアリーグの強豪 FC スパルタクモスクワへ移籍をした。チャンネルワンカップにてスパルタクの選手としてのデビューを飾った。2009年、FC トムトムスクへ半年間レンタル移籍をした。2009年9月27日、 以前在籍をしていた FC トムトムスクとの試合では前半の39分に得点をシスパルタク遺跡5発そしてロシアリーグ遺跡5発の得点を決めた2010年は FC シビルのボジビルスクへレンタル遺跡をした2011年2月16日プロキャリアをスタートさせたバテボリソフへレンタルされることが決まった2015年1月5日 スペインのマラガシー FA2 年半契約で移籍した。2016年3月11日、マッカビテルアビブ FC に移籍した。ベラルーシ代表としては U-17、U-19 に招集され、U-21 のベラルーシ代表にも招集された。UEFAU-21 欧州選手権2011の3位決定戦をかけた戦いおよび、 ロンドン五輪出場権をかけた U-21 チェコ代表との試合では、後半の43分にセンタリングされたボールをボレーシュートでゴール隅に入れ得点を挙げた。そのまま試合は終了し、ベラルーシのロンドン五輪出場権獲得に大きく貢献をした。2007年9月12日 UEFA ユーロ2008予選のスロベニア代表戦で A 代表デビューをした。 プロフィールアットフットボールナショナルチームズありがとうございます。